私は夢ではなく起きている。ここは地のうねり、うつろの夜、今日このせいで目覚めたか。それにしてもこれが人間の街とは。私はずいぶん長く寝ていたようだ。天にも届く建築が地の果てまでも続き、馬でも泳がぬ鋼の駆者が幾百と行き来する。すでに日も落ち、夜だというのに、それを真昼のように明るく照らす無数に散る地上の星々、生物の本能である暗闇への恐怖、神のことある人はそれすらも克服しようというのね。何よりの驚愕は人間たちのこの数。食に瀕し、獣に怯え、寒さに震えていた人間たちがどうやって生き延び、ここまで増えたというの。これだけの群れの中から特定の獣人を、この世界ではインバースと呼称するのだったか。それを探すのは至難けど、プログラムにより目覚めた以上、私は探さねばならない。それが主の目。行こう。まずは手近な虚無、インバースから当たっていく以外にない。全裸の女の子が、うん、そこのお前、街行くインバースよ。問いたいことがあります。問いたいことじゃねえよ。その前に何か服を着ろ。服、前を隠せ。服、ああ、それは私たちオートノミックナーブには不要なもの。お前にいらなくても俺にいるんだよ。何でもいいから何か着ろ。なぜそこまで感情的になるのか理解できない。だが、お前の人間としての尊厳を最大限に尊重し反映しよう。アクセス、コネクト、ロード、エグジスト。俺にはお前の尊厳の方が心配だよ。これで良いでしょうか、街行くインバース。それでは、ようやく私の問いに答えてもらいたい。簡単なこと。この世界の虚無、インバース、その能力の調査と確認。私の攻撃に対し全力で応戦してくれるだけで良い。その命は保証するから安心。ファーストクローズディバイド。よし、ホイール接近を。マガーアブロー、ルルナンデル、接近を。ホイール接近を。アタック、近づく、逃がさねえ。アルモビルン、まだだ。照射、危ない、接近を。ブロー、レジュームパターンの落とし、接近を。行くぞ、行くぞ。次がリカバリー。それ、近づく、絶対に。になんで、こっからが勝負。ルルルンデル、落とし、まだだ。ルームイスター、接近を。この落とし、
対象の認識を下方修正。バティスタセカンドクローンディバイド貫け。再開します。デイホイールダイ接近を。ダイマジ落とした。接近をソレイ強い。ソレイソレイになる。まだだ。どこだ。やっぱダイマジ落とした。やれよっと。接近を近づく。ドローンレイバー危ない。デイソレイになんで。接近を近づく。やっぱねパターンの落とし。まだ離れる。オープニングと近づく。ホイールブレイクダウン。ふぅ、ウィンナーバティスタ。私はオートノミックナーブ。権限の統制と管理を目的とし、主により作られた存在。どんなに腕が立とうと、一介の擬態者が相手になる道理など微塵もない。オブリテレートタスクへ。見せてあげましょう年季の違いを。ファーストクローズディバイド。タンガはぁトラオトラ。ここからだ。トンガどっちもずっまたやりますね。よっマーロドドそこです。オニシャーロド戦いで引きます。ありえないクリームもそこだ。オニシャーロド爪が甘い。よっよっホイール引かない。ホイール自分でも近づく。ハッカバーに近づく。よっトラ落とす。ここからだ。トレイコンプリートアンアサインドタスク。ウィンバティスタ余裕余裕。セカンドクローンディバイド。そんな接近を。よっバババババ爪が甘い。完成アルノビルバカな。爪が甘いな。そうしゃあんたの怪力勝ってことは再開近づく。さっと動くな。クリームは接近を。ホイールって書いてどうやります。回らない。ホイール引きます。セクンドもやりますね。アルノビル勝ってな。ホイールブレイクダウン。ウィナーバティスタ。驚いた。人並みでありながらこの強力な防御障壁を超えてくるとは。この時代の擬態者のスペックを計算し直さなければならない。の面前多数の人々が集まる夜のもとを。そんなダメ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 絶対にダメです。先ほどの個体がうるさいだけかと考え身体の冷却を考慮し装備を解除してみたが、どうやらこの時代の人間たちは腹食装具に敏感なようだ。面倒のないよう再装しよう。いるというの。これで問題はないと推測する。私は無害なただの人間です。引き止めての聴取などを行う必要はありません。
無害なただの人間は自分のことをそのようには言いません。今のその服を取り出したことも含め、一体どういうことなのか説明を願います。残念、このように装えば無用な時間拘束は起こらないと考えたが、この偽装を見抜かれるとは。一体どこに計画のほころびが。その計画はほころんでいるどころか、そこが破れ抜けています。あなたは何者なの？悪いようにはしないから、お姉ちゃんに正直に話して。すでに返答への偽証は必要ない。私はオートノミックナーバ、管理ナンバー10076、名をバティスタ。あなたたち権限を有する者と、虚ろの夜の管理を主より任された者。オートノミックナーブ？まさか、こんなレアなものがなぜこのような場所に？我らリヒトクライスでも一人、あなたと似た少女を保有、いえ、保護しています。技官たちの手により、解析、補修が進められ、再起動に成功。意識を確認し、言語でのコンタクトを確認。その後、永続的な自立行動は未だ遠いにせよ、補助を要しながらも権限を媒介とした短時間の行動までがようやく可能になったと聞く。それが完全に動作するオリジナルが歩いて話をしている。これが生命体ではなくゴーレムだなんて信じられない。なるほど、周辺で信号を発する姉妹機の一つがそれか。しかし、人間に助けられているというのは理解できないこと。我らの肉体を構成駆動する技術、この時代のテクノロジーで解析をするのは不可能と推測する。パラドックスの討伐も当然ですが、このオートノミックナーブを連れ帰るのも重要視すべき任務。私と共にリヒトクライスへ来ていただけませんか、バティスタ。きっとあなたの姉妹を救う手助けにもなるはずです。プログラムによる決議、21対78で反対多数。残念だが、あなたの申し出には同意できない。端末である姉妹機の存亡はこの場での優先事項ではない。主の命を最優先とし、この夜の深淵に向かうことが決定とされた。それは残念です。ですが、こうして出会ってしまった以上、あなたのように強大なアーティファクトを野放しにはできません。任意での同行が叶わないのリヒトクライスの使命として、この場で打ち倒し連れ帰りましょう。本当は無傷で連れ帰りたかったんだけど、壊しちゃうかも。ごめんね、許してレクス。ファーストクローズディバイド。まだ近づく。ホニーラワード やりますね。やりますね。ホニーラやらした。やりますね。ホニーラやったら、おかしい。それホニーラとクロクロホニーラやった。セクンドマンやりますね。頭はあるもんね。ダンスシックアンドパッド。リケジュームをくれ、リケムがまわる。ホニーとくろ、リケ、チェイシス。ホニーまわる。
象の認識を下方修正。バティスタ。セカンドクローズ、ディバイド。その程度で近づく。やりますね。口をする。なんて重かった。やった。ポイント。やりますね。戦いやった。ワード。トラ式。トレイ。いきます。戦車。めっちゃ重さ。ステイ。戦いで。ブロー。やりますね。レベルアンデルス。お調子。近づけられる。ソレイ。ポイントレイ。マワード。レベルアンデルス。ポイント。セカンド。ポイントレイ。マワード。絶対点。セクンドも近づく。やりますね。想定外。いきます。再開します。ポイント。ステージ者不正。いきます。パターンマッチ。ステージ落ちます。オネフコンバージョン。そんな離れて祈りを。よいしょ。そんな接近を。オープニングが近づく。接近を。接近。ホイール。ゆたした。直接攻撃を開始。耐えてみせる。逆転勝利です。絶対重さ。いきます。ホイール。ウィナー、バティスタ。私はオートノミックナーヴ、権限の統制と管理を目的とし主により作られた存在。どんなに腕が立とうと一介の擬態者が相手になる道理など微塵もない。オブリテレートタスクに行こう。我、シストも死せず。ファーストクローズ、ディバイド。我、強っ、やっ、接近、ポイント、牽制。やるな、ホイール、コロナビル。我、こう、やっ、シェフ、シェフ、やっ、シェフ、ことは、タケルレアンデルス。連撃、ホイール、タケル、ラム八番、レベルアンデルス、やるな、接近、対抗、やるか。レベルアンデルス、勝てよ。ホイール、電光だ。電光だ。再開しますのは。くそ。終わりか。勝ちます。牽制、勝つぞ。牽制。コンプリートアンアサインドタスク。敵、あの取り方し。セカンドクローズ、ディバイド。ハッデー、ストラン。トレー、やるな。ハッ、開けろ。時代、追い詰められてた。回る、ホイール、ホイール、見えた。ホタル、回る、回る、トラン。ガッツ、おとり、ハッ、ホイール、よっ、ハッ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 、リカバリー。はっ、そんなか。二体点、セクンドラン。このレッドのホイール、そう、対応で。マワード、レベルアンデルス。ホイール、世界線。ホイール、マワード、接近。よっ、終わりか。緊急回避、オープニングコントラクション。ホイール、セクトを展開。逆転勝利です。ブレイクダウン。ウィナー、バティスタ。覚悟なさい。確認を開始。ファーストクローズ、ディバイド。シュート、よっ、チャレンジ、ホイント、先制、よっ、ホイント、回る、よっ、高く飛ぶとね、回る、トラ、落とす、高く飛ぶとね、今回は、よっ、イラッチーク、近づく、ソレイ、よくやる。回る、パターンマッチ。回る、パターンマッチ。
定通り。つっかまえた。再開した。おと。聞いた。高くて。いや。接近を。こんなことって。コンプリートアンアサインドタスク。バティスタ。やるよよ。セカンドクローズ。ディバイド。いや。今近づく。どうやって。今だ。操作。いった。イラリ。ジャガー。どうして。ホイール回転高速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 ブレイクダウン。調子に乗ってました。ウィナーバティスタ。警告はした。理解できたのなら二度と権限の行使乱用はしないこと。した擬態者、いや元人間か。ウリュウからに呪文がまずい権限を保持する者よ。この身の獣が触手を動かさぬとは。器こそ性質であれ、役に満ちた存在は騒乱そのものよ。歪んでいるのはお互い様だ。我ら人外がイグジス、すなわちお前の体内のそれも同様。人を真似し人を目指して作られた偽りのイグジスであるこのファルス。人間の存在というのはそれだけ特異で不可思議。追いすがることなどできないのだろう。この醜い獣の姿だけでなく、私の存在までも偽りとは皮肉というもの。してその人口のベゼル、偽りの魂を込められるお前は、この場で何を行おうとする。知れたこと、夜の秩序、権限の保持、主よりの定め、増えすぎた擬態者を察知し、排除する。虚無の排除も目的の範囲内だ。したがって、この場でお前を撃とうと、プログラムに反するものではない。器の宿の秘術、オートミックナームだったか。失われた英知もこうなると呪いに等しいもの。主を盲信するだけの呪われし人型の定め。精巧に作られた経験の器が人の前など愚かしい。イグジスは存在、人を形成する根幹となるもの。ファルスもそれに叱る。ならばこの器のうちに人の影を見るのも必然。人ゆえの思いの揺らぎは人形の向きに反するもの。これは明確に主の意図であると考える。面白い。人より端を発し、キャモに向かう私と、キャモより人を目指すお前とか。我が、入れられた檻は違いの、獅子に加勢された囚人であることに相違はないと。ならば、同じ囚われた者として、この私が引導を渡すのがなぜ。この身に刻まれしプログラムは、私にとって、鋼の檻であり、ゆりかごのようでもある。そして私はそれに従い、虚無であるお前を撃とう。
偽りの生まれに再燃部、そのようなところまでもが彼らと同じなのだ。ファーストクローズディバイド。こんにちは、マリオさん。やるな。こんにちは、ケイさん。会場のスタンマッチ。こんにちは、ケイリッコール。そうでなく、クリッコールだ。ケイリッコール。ただでは、スタンマッチ。落とす。近づく。近づく。近づく。こんにちは。対象の認識を下方修正。バティスタ。セカンドクローズ。ディバイド。近づく。近づく。パターンマッチ。落とす。ホイール。フリップフラップ。ホイール。フリップフラップ。検証。ダメ。キャプセル。ボロッとキャプセル。リカバリー。近づく。パターンマッチ。ミス。再開します。サンマッチ、落とす。サンマ、キャプセルダウンが、ゴロッとくるくる。ホイロットくるくるが出る。リカバリー。ハルマビルム。チェッキング。じゃ、ホイちゃんのジベルアンドレス。ブレックダウン。ウィンナー、バティスタ。ミッションオーバー。無駄な抵抗だったということ、改めて理解できた。オブリテレこの風の流れやる気なのね。ファーストクローズディバイド。はっ、回る。大事にします。風の照射。やっ、スキンレー風。はっ、ポリューさせて。アルモビルム左の。ピッピッと全然。ピッピッと全然。やっ、ジュエンの高回転。ポリューさせて。走り、ホイールとくるくる。全然風邪。やめちゃう。さ、再開します。甘い甘い。パターンマッチ。カードのビルム。よっと両面ストーラー。バババこっち。カウンターちゃん。ホイールとくるくる。よっとルベルアンゲルス。あっ、じゃあやりゃあ。セーフセーフ。いって大事にする。ちょいと開けてみて。高くつくんだ。風邪くくるくる。ちょいと落とす。コンプリートアンアサインメタスク。バティスタ。余裕余裕。セカンドクローズディバイド。ヘイ、やめて。なんなんだぜ。ホイール近づく。はっ、はっ、かけて。ほっ、さあ立て替えて、立て替えて。ほら、落とす。どうなんだろう。肌に終わり。腹筋を。うん、ホイール立て替えて。甘い甘い。ブロー走れ。セクンドスマッフ。ブロー左回転。はっ、ルーメンストラ。やりゃー、走れ。勝負勝負。そっち。ホイール甘い甘い。セクンドはっ、近づく。甘い甘い。ガッハー。レジューモードレベルアンゲルス。スイートスマー。甘い甘い。リミスター開始。ジャスラー再開します。ホイール直接攻撃開始。ラッキーソウルです。ブレックダウン。ダメかも。ウィンナー、バティスタ。起動試験完了。自己診断不良箇所はゼロ。良いウォーミングアップとなりました。あなたがインバースとしてのサンプルなら今のように恐れるものはない。
僕は頭脳労働担当なんだけどな。ファーストクローズディバイド今立て直す。ギュッと回すほどだが死が一瞬だ。分かってほらっとくるくる危なすぎ。こっちはいいか優勢ルベルアンゲルス行く。ハビーシュー危ない。トイレ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 今レベルアンゲルス行くし。ほいそんな強くせる今アベンジャーズカバリほい対象の認識を下方修正。バティスタ本当だよ。セカンドクローズディバイドレベルスタラ接近危ないねどうかもすっと甘いねホイール今わかって逃がさない。行くジョーズだ。おふれチェクンでも近づく。キッシュ行くよ。ソレイ危なすぎる。ワールドパターンマッチ一。そんな危ない危ないね。ワールド甘いね。ルーミストラ接近を連続攻撃悪ね。読み立て直そう。リミスター解除甘いね。力で反撃を直接攻撃開始。特定制御です。ブレイクダウン。ウィナーバティスタ。このイグジスティの力、あなたが考えているほど安易万能ではない。高いリスクに不相応なコスト、人の身で負うにも重すぎるとは思わない？これは珍しい。このような場所に幼子がいるかと思えば、最短の区別王となんとかか、して一体何のつもりだ。よもやこのわしを討伐に来たわけではあるまいな。私に課せられた使命は権限を食い荒らす者の殲滅。今日この場は義胆の相手ではない。去りなさい名簿の迷い子。そういうな小娘、目的は知らぬが、今日この日この場に居合わせるということは我らに害なすこと、よからぬことのために動いているのであろうよ。さ、目をそらすか。なるほど、わかりやすい。今宵は我らとしても望み大きいよ。砂漠であろうと邪魔をされては困るのでな。主のためはわしとて同じこと。ここから先を行くつもりなら、このまま見逃すわけにはいかぬ。忌憚の排除は難易度が高い。古来より人間は戦うことにかけては天才的だ。ハードウェアは貧弱だけど、そのソフトウェアは驚愕に値する。弱いハード、故にソフトが発達したのかは知る由もない。ハードは圧倒的に勝っていても、私の姉妹たちの中にはインバースに敗れた者も多数いる。戦略、戦術の多様性と合理性、これだけは
我らオートノミックナーブには持ち得ないもの。もし戦闘民族というのが本当にいるのなら、それはあなたたち人間のことでしょうね。しかしこの時この場はそのようにも言っていられない。あなたたちは虚無同様に権限を食い荒らし、主の意志を邪魔するものであるならば。ん？人形なりの禅問答か。何やら難しいことを饒舌に語りよる。わしにも分かるよう簡潔に言え。異端者との戦闘は厄介で本則ではないが、立ちはだかるのなら排除するということです。分かりましたか、剛腕の回廊よ。そうだ、最初からそれでよいのだ。我ら敵同士、小賢しい言葉など不要。話して解するものではない。哀れな祭壇の不物よ、元通りの土くれに帰るがよい。その獅子に絡み、貴様を操り動かす全ての因子、我が爪で立ってくれるわ。ファーストクローズディバイド。こちらから行く。それがポイントよ。先生マイおたきマイ危ない。連続攻撃操作バカだ。まだまだどうしたら。ウィナー、ワレンシュタイン。配列再組成。セカンドクローズ、リバイド。シャレーシャレーヒーロー、ギャルではなく、惜しいな。フィッカーシャレーチェッキーヒーロー、おいお兄ちゃん、フィッカー先生、シャレーフィッカーパターンランチ、お父さん君は貴様ひまい何のこれしきかやや夜でもいいこれに耐え切れるか。ダルフェンのエルシュラーやるもいこうでなくて貴様貴様カンプサマンナフィッカンプ無理はフィッカンプ対象の認識を下方修正。バティスタサードクローズディバイド。こうでなく保留の世界線パンダ音近づく聞いてないよ。やるではこちらどうしたらや、ハイナットクルクルかわしたかフリッ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 リミスター解除。ホリーチョウ速攻展開。バッティングセールです。まだそれよ。ホリーブレイクダウン。ウィナーバティスタでありながら、この強力な防御衝撃を超えてくるとは。この時代の技能者のスペックを計算し直さなければならない。ここが今回の夜の最も深き場所、光と闇の祭壇。あそこにいるのは戦国の街行く忌憚の者。
戦闘の相手はパラドクス。クソ、俺じゃこいつには勝てねえのかよ。はいはい、おしまい。死んで出直してらっしゃいな、インスレーター。じゃあとどめ刺しちゃおっかな。ってちょっと邪魔でしょあんた。これまでで最も強いイグジス、お前が今回のうつろの夜を食い荒らす擬端者パラドクス。お前はさっきの全裸女、なんでこんなところに。お前はさっきの街行くインバース、どうしたの。この女にも尊厳のため服を着せていたの。服の話から離れろよ。俺が変なやつみたいじゃねえか。何この可愛らしい子、あんたの知り合い。ねえねえ、お姉さんと遊ぶ。結構です、パラドクス。私はオートノミックナーブバティスタ。プログラムに従いあなたを排除しに来ました。お、オートノミックナーブ。それってあのうつろの夜のロストテクノロジーの一つじゃないの。現在の技術でなどとても不可能なもの。嘘みたい。本当にいたの。はい、現存する個体は私を含めてリンクが確認できるだけなら3体、純粋な技術だけなら今のあなた方のテクノロジーが上でしょうが、魔術を失ったこの文明にはおそらく我々のようなゴーレムの生成再現は不可能でしょう。欲しい、これ超欲しい。私と一緒にいいことしましょうよ。くどいです、パラドクス。いいえ、うつろの夜の深淵に救いイグジスを貪る魔女よ。やあね、こんないい女捕まえて魔女って、ほんとひどいね。いいわ、本当は無傷の備品が欲しかったんだけど。スクラップってのも風情が悪くないかもね。ファーストクローズリバイド、行くわ。トレイヤー行くわ。お上手。ありえない。もろいね。行くわ。無邪魔に。お兄ちゃんね。砕けた。勝者。さあ、手加減できないわ。お兄。ぬんぬん。強いわ。パパだ。お兄ちゃんね。調子に乗って。跳ねなさい。無邪魔。お兄ちゃん。調子に乗って。跳ねなさい。久しぶり。パパパパ。もった。勝者。調子に乗っちゃった。やっやっ、この少年連続様と。お嬢ちゃん。コンプリートアンアサインドタスク。バティスタ。セカンドクローズ。リバイド。調子。レジュームオペレーション。跳ねなさい。調子に乗っちゃった。まるで聞いてんの。あ、どのスコーサー。まるで聞いてない。スキュースキュー、逃がさない。スキュー再開者、ホームショーナー転生。砕きなさい、出なさい、行きなさい、刺しなさい。ホームショーナー転生。刺せないわ。シェフスラーガジェキン奏者。ホームショーナー行くわよ。トレイ行くわよ。
ウィン、バティスタ。あなたたちの言葉を用いるなら、悪く思わないでとでも表現するのでしょう。遺恨を残さぬよう相手を気遣う配慮、我らオートノミックナーブには理解しかねる感情。この私をここまで追い詰めてくれるなんて、いいじゃない、この人形ますます気に入ったわ。我らオートノミックナーブが人間への攻撃に制限を課せられているとはいえ、排除を目的とした戦闘行動をしのぎきるその権限、称賛に値します。パラドクス、今日のところはひとまず退散するけど、インスレーターにオートノミックナーブ、いつか必ずお前たち両方とも手に入れてやるんだから。あれほどまでのダメージを負えば、しばらくの行動を阻害できるだろう。義胆の身とはいえ、人間の排除は主の本意とは呼べぬもの。これを持ち、目的の達成としよう。お前、すげえ強いんだな。さすが、なんだっけ、オートノミックナーブです。街行くインバース。あのさ、いい加減その通行人 A みたいな呼び方やめてくれよな。では何と呼べばいいの。ハイド、それが俺の名前だ。この世界じゃみんな偽名を使うことが多いけど、俺のは本名だからな。しました。しかし目的が達成された今、私は夜に帰し、再び指示があるまで眠りにつくみ、次に目覚める時、あなたは生命としての寿命を迎え、私たちが再会することはないでしょう。そっか、けどそれでもいいよ。お前が帰って眠るまで覚えててくれ。わかりました、ハイド、あなたの名を覚えておきましょう。しかしおかしい、虚ろの夜も明け、大半の義胆と虚無を倒したというのに、イグジットコールが出ない。どうしたんだ、まさか帰れないのか。推測される答えは一つ、パラドクスがこの剣の黒幕ではないということ。そして真に倒すべき相手がまだどこかに潜んでいるということ。ハイド、どうやら私の役目は終わっていないようです。次の夜までここに滞在しなければならない。なんだよ物騒だな。次の夜ってまた1ヶ月後だろ。それまでどうするんだ。どうする、それは簡単です。259万2000秒程度の時間、こうしてこの場で待機するだけ。やっぱそうなるんだよな。ならしばらくうちに来るか。こんなとこで寝泊まりってのも大変だろう。寝泊まりとは睡眠のこと。それは私たちオートノミックナーブには不要のもの。だからお前が大丈夫でも俺が気になるんだよ。だいたいこんなところに1ヶ月も経ってたら大騒ぎになっちまうだろうが。もういいから来い、お前に会わせたいやつがいるんだ。細かい話はそれからにしようぜ。なんたって俺たちには
まだまだたくさん時間があるんだからな。ゲームオーバー。